スカラマシュの通常攻撃速度上げてオラオラしてください。あたぼうよ、もう任せろ。トゥライトゥーラの記憶はもちろん引くでしょう。なんなら貫突したい。攻撃速度が上がる武器と上がらない武器があるから、通常攻撃速度が 10% 上がるんですけど、貫突したら 20% になるかな。例えばね、エウルワのモチーフ武器、勝因の響く頃、松竹両手剣は通常攻撃速度をチーム全員 12% 上げるんですけど、貫突したら 24% になります。おい、攻撃速度上がるぜ、やった。ただこの天空槍とかいう物干し竿、星小槍が他の方が強すぎてね、まあ、ちょっとかわいそうな天空槍くんは、精錬ランク1でも攻撃速度 12% だし、精錬ランク5でも 12% で変わんないんだよな。どうなんだろう、上がってほしいけどな。2倍になるんだったらトゥライトゥーラで通常攻撃速度 20% 上がって、まあ、モチーフ生物もつけるから、精錬ランク1のモチーフ武器プラス砂上の楼閣で攻撃速度 20% 上がるだけでもだいぶシャカシャカできて楽しいよ。絶対楽しい。で、まあ、私だったらそこに、ジン団長入れるね。ジン団長2突で15秒間攻撃速度と移動速度 15% 上がる。もうこれめっちゃ快適になる。どうなんだろう、スカラマシュ移動速度バフって飛んでる時の移動速度のもう上がるよな。ジン団長の2突で移動速度が上がったら、左右とかイエランの移動速度も上がるし、ジン団長の2突って優秀なんですよ。15秒って時間長いから、まあ、だからモチーフ武器と生物とジンの2突だけでも 35% でしょ。もうこれだけで十分やけどな。まあジン2突は一緒に絡ませてシャカシャカして楽しむかなとは思ってますね。でちなみにですけど、確か海外の検証勢の人の検証結果によると、通常攻撃速度の上限は52かな、わかんない、間違ってたらすいません。ただ 52% 以上攻撃速度上げても何も変わんないんで、まあまあまあ盛りすぎても、まあ結局どっかどん詰まりになるんで気ぃつけてね。あ、運金いいね。運金の貫突効果でも攻撃速度上がったな。運金も入れちゃおう。攻撃速度 12% だね。じゃあ陣団長で15、運金で12、生物で10で、モチーフ武器貫突したら20上がるか。あ、じゃあ57です、これで。まあ、上限に達しましたね。あ、54だっけ、間違ってたか。54か。え、54? え、マジで？え、じゃあさ、モチーフ武器貫突で20、砂上の楼閣で10、これで30でしょ。陣団長で15、運気で12、57これで。お、めっちゃいいじゃん。上限じゃん。あー楽しそう。スカラマシュで通常攻撃、シャカ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 絞ってるの絶対楽しいよ。早くやりてえな。バクテカです。